お帰りなさい。うーん、ご飯にする？ライスにする？それともお米？全部米やないか。うーん、ちょっと先生ノリ悪いですよ。そこはおまえでしょ。だってなんやねんこれ。今日は何日ですか？7月22日。何の日ですか？アンの誕生日。良平くん言いましたよね。誕生日何したい？何でもええで。何録音してんねん。だから今日は良平くんのお家で新婚生活のリハーサルをするんです。ちなみに婚姻届も持ってきたんで、その気になればいつでも市役所GO ですよ。ポケモン GO みたいなノリやめろ。はぁ、あ、わかった。で、何したいね。はーい、新婚さんといえばあれですよ、あれ。ん？一緒にお料理。良平くんはうちのお手伝いお願いしますね。うん、何作んの？エビピラフです。へぇ。まず玉ねぎを切って、ほい、できたで。あうん、なんで泣くねん。だってだってうちの理想では良平くんが失敗してもうこうやるんですよってイチャイチャするはずやったのに。ごめん、一人暮らし歴長いね。うん、おいしい。悔しい。ごめんて。じゃあそろそろ勉強でもするか。え、誕生日に勉強させるって正気ですか？お前仮にも受験生やろ。いやいや、それ言わんといてください。何がそんな嫌やね、事実やろ。だって受験生って言われてもピンとこうへんし、ナルルもイノリもジョーもキミシマもちゃんとやりたいことあるから勉強してんのに、うちは一応大学行っとくかくらいしか考えてへんし、なんか焦るっていうか。あ、良平くん？こいつ覚えてる？あ、やっほー、祇園祭りで会った良平くんのお友達。そうそう、大地って言って中学からの腐れ縁やね。確か高2の時に大地が怪我で入院して毎日お見舞いに行ってたんやけど、暇やしなんとなく遅れた分の勉強を教えてたら、ここはこうで。ふむふむ、なるほど、すげえ、わかったわ。ふるやん教えんのめっちゃうまいなって言われて、なんかそれが嬉しかったんやろな。そこから教師目指すようになって。良平くん、まあ大地は覚えてへんやろうけどな、そういう風に誰かの些細な一言とか何がきっかけで世界が広がるかわからんから、アンは焦らんでええよ。あ、先生。なんか急に先生って言われると照れるな。今は勉強頑張りますね。うん、よし、やるぞと、その前に。あ、高校生の良平くんはどこかな。あ、こら。はぁー、かわいい。堂々と盗撮やめなさい。だって見てください、この子キラッキラに。どこが、普通に地味な高校生やん。確かに目立つ方じゃないけど、みんなに愛されてるんが伝わってくるんやもん。好き。うん、ちなみに良平くんが好きやった子はどれですか？え、おらんよ。嘘や、絶対おる。この子ですか？この子？はいはい、もういいから勉強しなさい。もうこんな時間か。ケーキ取りに行ってくるわ。え、うちも一緒に行きます。あかん、アンは勉強、そして二人で外は危ない。ち、あ、お、な、なに
行ってきますのほっぺにチューしてくれますよね。めっちゃ嫌そうな顔やめて。ほんまにやらなあかんの？なんでもええで。はいはい、わかった。わーい。行ってきます。口にするとか聞いてへん。今年の誕生日、今までで一番幸せやな。良平くんが帰ってくるまでの間お掃除しとこう。ん？何これ、女物のイヤリング？ただいま。おそらってごめんな、道混んでて。実家に帰らせていただきます。ん？はあ？なんや突然。だってこれ何ですか？それはほら、やっぱり浮気ですか？いや、違う。じゃあ何なんですか？元カノさんのですか？捨てられずに大事に取ってるんでしょ。違うって。情緒不安定か、お前は。だって浮気相手ですか？直接対決ちゃうから黙ってて。太一？やっほー。太一さん、そういう趣味が？アホか。あー、もう見られたらやばいな。祇園祭りであんた会ってるし。とりあえずクローゼット隠れてて。いや、靴隠して、あとは。あ、はいはい。こんばんは、フルヤン、遊びましょう。大地、悪いけど今日はちょっと。部屋、お邪魔します。な、おい。よし、こうなったら大地さんから女の情報を聞き出しちゃる。すぐ帰れよ。はいはいっと。あれ、卒あるやん。うわ、懐かしい。フルヤンの好きやった水野さんや、かわいいな。あ、連絡取ったりせえへんの？するわけないやん。怪しい。まさかその人が浮気相手？ちょ、まあそうやな。彼女へのタンプレあれだけ必死に探してたんやし。え？太一、それはストップ。ほら、あのイヤリング、女物の紙袋持ち歩くのはずいから、ポッケに入れてたらそのまま洗濯しちゃって、片方なくしたからまた買いに行ったやろ。あのイヤリング人気やからどこも売ってへん。大地知らんって電話来た時ほんま笑ったで。もうやめて、大地くん。そうやったんや。じゃあこれうちのために？昔のフルヤンやったらカッコつけて絶対言わんかったやろうに。めっちゃ必死やったからびっくりしたで。ほんま彼女のこと好きなんやな。別にそういうわけじゃ。前寄った時、俺の彼女めっちゃ可愛いって自慢してきたくせに。あれ、今クローゼットから音せんかった？してへん、してへんよ。びっくりした。良平くんがうちのことそんな風に言ってくれてるなんて。ほら、もうええやろ、帰れよ太一。また来るわ。おう。かっこ悪いバレ方しちゃった、ごめんな。18歳のお誕生日おめでとう。ええよ、俺も隠すん下手やったし、ちゃんとした方のイヤリングもらってくれる？4つ全部つけます。それはやめとき。良平くん、もうケーキ食べないんですか？ちょっと眠くなってきたかも。大丈夫ですか？お布団行きます？うん。良平くん、もしかして
眠すぎてイエスマンになってる。さっきからうんしか言ってない。ねえねえ、うちのこと好きですか？うん。どれくらい？うん、これくらい。かわいい。なんで笑ってんの？なんかいいな、こういうの。新婚って楽しいな。涼平くん、3回回ってワンワン。よし、いける。涼平くん、この紙に名前書けますか？うん。ハンコ押せますか？うん。じゃあ次は、ちゃんと帰ったんか。お、最高のタンプレ、ありがとうございました。なんやこれ。最後まで動画を見てくれてありがとうポス。グッドボタンやコメントも待ってるポス。次の動画も見て。